クリスチャン・レイトナーほど NBA 入りしてからのイメージが大きく変わった選手はそう多くはいないのかもしれません。大学の選手として最高の実績を残したレイトナーは、初代ドリームチームに学生として選ばれたたった一人の選手です。しかし、弱小球団のウルブズに入団すると、低迷するチームの戦犯、そして、いつしか問題児として扱われていくようになります。今回はクリスチャン・レイトナーについて話したいと思います。1969年8月、レイトナーはニューヨーク州のアンゴラという地域で生まれます。4歳年上のお兄さんには様々なスポーツでコテンパンにされたことにより、幼少期からレイトナーには競争心が育まれていきます。高校は上流階級の子供が通う私立のエリート校へ進学。奨学金に加えて救済援助を受けていたレイトナーは決して裕福な家庭に育ったわけではありません。文武両道に通じた高校時代を過ごし、ニューヨークの中で名の知れた選手となるレイトナーは、多くのカレッジからのリクルートの中、デューク大学への進学を決断します。その決め手となったのは、全米屈指のエリート校であることに加え、コーチとして評価を得ていたコーチ K ことマイク・シャセフスキーの存在でした。レイトナーの名前が最初に広まったのは、1年生で参加した NCAA トーナメントでのことです。ファイナル4への進出をかけたジョージタウン大学の一戦で、同じく1年生のアロンゾ・モーニングを相手にフィールドゴールを10本中9本沈め、24得点、9リバウンド、4アシストと大活躍を見せます。さらにディフェンスではモーニングをわずか11得点に抑え込み、チームをファイナル4への進出に導きます。2年生になると平均 16.3 得点、9.6 リバウンドにまでスタッツを向上させ、ファイナル4進出をかけたコネチカット大学との一戦では、1点を追いかける場面で、ボールはレイトナーに託されます。3年生になるとチームのキャプテンに就任し、強烈なリーダーシップを発揮するとともに、平均 19.8 得点とカレッジ屈指の選手となります。さらに2年生ガードのボビー・ハリー、スーパールーキー、グラント・ヒルといった下級生も台頭し、この年もデューク大学はファイナル4へと駒を進めます。準決勝での対戦相手は因縁の UNLV。前のシーズンのファイナル4でデューク大学が30点差で敗れた相手です。UNLV にはラリー・ジョンソン、ステイシー・オーグモン、グレッグ・アンソニーといった後に NBA で活躍する選手が揃い、45連勝中とカレッジバスケの歴史を振り返っても類を見ない強さ。そして抜群の人気を誇っています。多くの人々が UNLV の勝利を期待し、エリート集団であるデューク大学の勝利を望む声は多くはありませんでした。こうした状況で発奮するのがレイトナーでした。ゲームの序盤から9連続得点を記録し、デューク大学に流れを持ち込みます。試合を通してもラリー・ジョンソンを圧倒。同点で迎えた残り12秒でレイトナーはフリースローを獲得。このシュートを2本とも沈め、レイトナーは歴代屈指ともいえる大金星の立役者となります。この勢いは決勝でも止まることはなく、カンザス大学も圧倒。デューク大学は初の NCAA チャンピオンに輝きます。レイトナーにとって最終学年であり、2連覇を目指した1992年のシーズン、28勝2敗という成績を残すも、ファイナル4への進出がかかったケンタッキー大学との一戦では予想外の苦戦を強いられることになります。延長にまでもつれる展開となり、残り2秒、デューク大学は1点のビハインドを背負っています。ここまでにレイトナーはフィールドゴールとフリースローを全てに成功し、29得点を稼いでいます。自らの劇的なシュートにより、レイトナーは4年連続となるファイナル4進出の快挙を成し遂げます。そして迎えた決勝の相手は、先発全員が1年生でありファブファイブの異名を持つミシガン大学です。
レートナーは序盤こそ精彩を欠くものの、後半になると本来の調子を取り戻し、1年生軍団を圧倒していきます。最終的には20点差で試合に勝利し、デューク大学は2連覇を達成。レートナーはチャンピオンとして大学生活を終えることになります。そして AP 通信のカレッジプレイヤーオブザイヤー、ウッテン賞、ネイスミス賞をはじめとしたカレッジバスケのあらゆるアワードを総なめにします。 The Minnesota Timberwolves select Christian Laettner from Duke University。レートナーは1巡目全体3位でミネソタティンバーウルブズに指名されました。しかしこのこと以上に注目を集めたのが、この年の夏に行われるオリンピックのアメリカ代表に選出されていたということです。ドリームチームとも呼ばれたこのチームは、世界中から注目を集めるスター軍団です。このチームの最後の12人目となる学生メンバーの座を誰が射止めるかに多くの議論が沸き起こることになります。4年間の大学生活で残した実績を考慮すれば、レートナーの選出は必然的だったと言えるのかもしれません。しかしながら、ドラフトでも全体1位指名されたシャキール・オニールこそがドリームチームにふさわしいと多くの人々が考え、レートナーが選ばれたのは白人だからと不満の声が続出することになります。これには裕福な家庭に育ったという誤解から生じる妬み、彼自身の行き過ぎた試合中の言動などが複雑に絡み合っています。オリンピックでドリームチームは当然のように金メダルを獲得。慌ただしい夏が過ぎて、レートナーは NBA でのルーキーシーズンを迎えます。レートナーが入団したティンバーウルブズは創設4年目の新興球団であり、リーグ最低勝率に終わる弱小球団の一つです。こうしたチーム状況の中、レートナーはチーム2番目となる平均 18.2 得点、8.7 リバウンド、2.8 アシストを記録し、オールルーキーファーストチームに選出される活躍を見せます。しかし、レートナー個人の奮闘も虚しく、チームの勝率が変わることはありません。それでも球団は、後にスーパースターにまで成長することをレートナーに期待していました。しかしながら、2年目、3年目のシーズンと、チームの勝ち星は一向に変わることはなく、次第にその批判の矛先はレートナー個人へと向くことになります。レートナーは堅実なスコアラーであり、チームトップのリバウンダーでもあります。それでもドラフト同期のシャックやモーニングと比較され、勝てない批判を一身に背負うことになります。こうしてフラストレーションを溜め続けたレートナーは悪態をつくようになっていき、いつしかビル・レインビアに例えられるほどの嫌われ者としてのレッテルを貼られていくようになります。レートナーの3年目のシーズンが終わると、低迷を続けたウルブズは同じポジションである高卒のルーキー、ケビン・ガーネットを指名します。ガーネットはすぐさま NBA でも活躍できることを証明し、高卒のルーキーをチームの主軸に据えることを決断。レートナーはトレードによりアトランタ・ホークスへと放出されることになります。ホークスはプレーオフ常連チームであり、多彩な得点バリエーションを持つシューター、スティーブ・スミス、リーグ屈指のディフェンシブガード、ムーキー・ブレイロックという強力なバックコートコンビを揃え、何より指揮官であるレニー・ウィリケンズは、ドリームチームのアシスタントコーチでもある旧知の間柄でした。ホークスに移籍したレイトナーは、すぐさまインサイドの要として起用され、彼が加わった30試合で、ホークスは18勝を記録。レイトナーは自身初となるプレーオフ進出を果たします。さらにポストシーズンに入ると、ペイサーズの強力なフロントコートを相手に活躍し、5試合の接戦の末、シリーズ突破に貢献します。さらに翌1996-97年シーズンに入ると、ホークスはディケンベ・ムトンボを獲得したことにより、レートナーは本来のパワーフォワードにスライドし、水を得た魚のように躍動していきます。12月に行われたブルズとの一戦では、デニス・ロッドマンを相手に37得点、14リバウンド等を暴れし、ディフェンディングチャンピオンを相手に大金星をもたらします。オールスターブレイクまで31勝15敗という快進撃を見せ、ムトンボと共にレートナーは念願のオールスターに選出されています。その後も好調なチーム状況は続き、シーズンを通してチーム2番目の平均 18.1 得点、 8.8 リバウンドを記録。56勝を残したホークスは第4シードでプレーオフ進出を果たします。
プレーオフでは大学の後輩であるグラント・ヒルのいるピストンズと対戦。接戦となるこのシリーズの最終第5戦では、両チームトップの23得点を稼ぎ出し、ホークスをシリーズ突破に導きます。続くブルズとのシリーズでは5試合で敗れはするものの、レイトナーはロッドマンと激しい肉弾戦を繰り広げていきます。しかし、ホークスに移籍し順風満帆に見えたレイトナーには再び試練が訪れることになります。1998年2月に行われたバックスとの一戦で体調不良のため試合に欠場すると、代役のアラン・ヘンダーソンが19得点15リバウンドと大活躍を見せます。その後もヘンダーソンは MIP を受賞するほどの活躍を続け、レイトナーはベンチプレイヤーに降格することになります。さらにオフシーズンには母校デューク大学でのピックアップゲームでアキレス腱を断裂。このことによりホークスはレイトナーに見切りをつけ、サイン&トレードによりピストンズへと放出されることになります。ピストンズのエースあるグラント・ヒル、彼もまたプレーオフの初戦を突破できないという一つの壁にぶち当たっていました。ピストンズがレイトナーを獲得した狙いは、大学の後輩であるヒルを助けることを期待したからに他なりません。しかしながらレイトナーがオールスタークラスの選手に戻ることはありませんでした。アキレス腱の怪我から復活した1999-2000年のシーズン、全82試合に出場するも怪我による影響は明らかなものでした。翌シーズンにはマブスへ移籍するも、ここでも期待通りの活躍ができず、シーズン途中にはワシントン・ウィザーズへトレードで移籍します。ウィザーズではジョーダンとプレーし、ロールプレイヤーとしての役割を全うすることになります。ウィザーズで4シーズンを過ごすと、2度にわたるトレードの末所属チームを解雇されます。そんな彼に手を差し伸べたのが、シャックのバックアップを探しているマイアミヒートでした。ルーキー時代から比較され続けたシャックとともに、レイトナーは控えとしてカンファレンスファイナル進出に貢献します。そしてこのシーズンを最後に13シーズンにわたる NBA キャリアに幕を閉じることになります。引退後は不動産のベンチャー事業やプロサッカーチームの共同オーナーといったビジネスの世界にも積極的に携わっています。またユース世代の育成キャンプや G リーグのアシスタントコーチなど、バスケットにも関わりを見せています。大学での4年間のパフォーマンスは、コーチ系が歴代でも最高の選手と称えるほど素晴らしいものでした。NBA 入りした後の数年間では20得点に迫る勢いで得点を重ねる堅実なスコアラーでもありました。それでも耐性することがなかったのは、怪我やチーム状況といった不運、そして自身が作り出してしまうことになる過度な期待値に他ならないのかもしれません。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。コメントや高評価、チャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。